皆さんこんにちは。正規アイドルプレゼンターブラスのオレンジナット花咲未来です。今回はですね、新横浜ラーメン博物館にやってきました。見てください、この空間。昭和になんとタイムスリップしてきました。はい、ということでですね、こちらには6店舗いろんなラーメン屋さんが入っていまして、ミニラーメンっていうのもあるので、いろんなラーメン食べ比べができるというところになっております。今回はですね、まあ、全部はさすがに回れないと思うので、選抜して3店舗食べて、でそこからちょっと僭越ながら私がですね、お好みだった味のラーメンの店舗をランキングつけさせていただこうかなと思います。ぜひ最後まで楽しんでいてくれると嬉しいです。ということで早速やっていきましょう。何にしようかな。やっぱさ、博多の八ちゃんラーメン行きたいところなんよ。でもさ、そうするとやっぱ食べ馴染みがあるけん、八ちゃんラーメン1位にしたいかなっていう感じになっちゃうので、あえてここは選ばずに他の6店舗からちょっと選ぼうかなと思うんですけど、じゃあこの沖縄で生まれた絶品塩ラーメンの琉球新麺トンドーさん、まず食べていきたいと思います。ということで1店舗目めちゃめちゃ美味しかったです。私塩ラーメンを選んだんですけど、めっちゃあっさりしとって食べやすい。しかも初めて見たメカブが入っとるっていうのがやっぱ沖縄ならではだなって思いました。結構私の中でポイント高くって、今のところダントツ1位な予感しかしてないので、ちょっとこれがね今から基準になるので、どうなっていくか楽しみだなと思います。そうだな、ちょっとやっぱり九州行っておきたいなと思うので、熊本豚骨ラーメン発祥のお店、紫っていうところ行こうと思います。はい、ということで2店舗目、もう熊本ならではって感じで、ガーリックが効いとって美味しかったです。なんかガツンとくる感じ、あ、さすが火の国熊本だなと思いました。じゃあ最後、東北の方ということで、山形県の昭和35年誕生の秘伝の味、元祖辛味噌ラーメン龍上海本店に行こうと思います。ということで3店舗目も食べてきました。なんか海鮮的な感じで、最初匂い的には苦手かもとは思ったんですけれども、結構食べやすかったし、辛味噌がめっちゃ辛いかなって思ったけど、程よく辛みがある感じで、辛いのがちょっと苦手な私でも美味しく食べれました。結構おすすめかもしれん。初めて食べた山形県のラーメンを皆さんもぜひ食べてみてください。ということで全3店舗食べてみました。いよいよランキング付けをしていきたいと思います。はい、では発表します。未来のお好みの味のランキング、第3位は熊本県の小紫さんです。だからって美味しくなかったわけじゃなくて、順位をつけようとしたらっていう感じで、私はですね薄味
味が結構好きな人なんですよ。あっさりめが好きやって、どっちかっていうとこってり派で、しかもガーリックがあることによってちょっと濃い味だったっていうので、私はちょっともう濃いかなっていう感じだったんですね。なのでこってり派の方にはめちゃめちゃおすすめします。続いて第2位は山形県の牛上海本店さんです。あ、これはですね、こってりかなと思いきや割とあっさりめで食べやすかったっていうのと、ピリ辛な感じだけどすごく辛すぎず、海鮮な感じも主張あんまりせず、でも海鮮も感じられてみたいな、本当に食べやすい感じだったので、結構好みだなと思いました。そして第1位は沖縄県の本堂さんです。何よりあっさりで食べやすかったっていうのと、メカブが入ってるのが新鮮ですごく良かったっていうところですかね。とっても美味しかったです。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もうラーメン好きはもうぜひぜひ来てほしい。もうあと3店舗も回りたかったんですけれども、また次回にちょっと撮っとこうかなと思います。次気になった方はですね、新横浜ラーメン博物館にお越しください。ということで最後まで動画を見てくれて本当にありがとうございました。次回もまた見てくれると嬉しいです。またね。